はい、どうも、正攻法で負けない FX のりまるです。今日は2018年12月の22日、週末の土曜日ですね。今時刻は夜の22時53分です。今日も今週の振り返りと、来週の展望と、あれこれとお伝えしていければいいかなと思います。いよいよ年末、今年もあと8日、9日で終了というところで、今年1年を振り返っていくようなね、思いを持っている方も多いかなといったところですけれども、市場の流れとしては、年末相場というところでね、徐々にもう閑散としてきて、お休みに入る方が増えるとただそういったところで突発的にね、大きいお金が入ってくるとドンと強くね、レートを動かす力もあったりして、何か起こってもおかしくないなといったところで、よりいつも以上にね、警戒心を持っていきたいというところと、というところに今ドル円の冷やしを表示させていますけれども、この今週の流れでね、この持ち合いレンジを大きく下に抜けてきたっていうところなんですよね。で、一旦この週足の流れっていうところを見てみると、ここですよね。強く一本週足、ドンと今までの動き、この天井圏のレンジを強くこう下に抜けてきたっていうところなんですよね。で、これが何を意味するのかっていうところはね、いろんなチャートの見方があるわけですけども、自分はね、前々からこの高値 114.5 円っていうところを高値切り下げてきて、レンジを作ってきて、高い位置が来たら売られやすいチャートをしてるなと、こういったところ、それを見ていたっていうところだったりとか、世界のいろんなニュース、さまざまな問題点っていうのが、全てネガティブな方向に働いてるっていうところだったりとか、相場の10年周期と呼ばれているものでね、リーマンショックから10年の節目をすでに超えている状況なんですけれども、ここまで例えばダウ平均株価だったり日経平均株価だったり大きく上昇してきたところから、このドル円の相場のようにね、同じようにドンと先日大きくまた下落をしてきたと、そんないろんな背景があって、この辺りでね、相場の大転換が起こる可能性が徐々に高まってきたのかなといったところですよね。ただし、自分たちができることはね、その大きい流れでの例えば天井を狙うとかね、そこを狙うとか、そういったことではなくて、今目の前で何が起こっているのかなと、そこで、デイトレードっていうところでね、数分から数時間程度のトレードをしていくっていうのが、一応ね、自分の主軸としているトレードなので、時にはね、スイングもしますけれども、一般的に、デイトレードが扱いやすいというところでね、それを主軸にお伝えしているわけですけれども、それを主に考えると今こうドンと大きく、これ日足ですけれども、ドンと動いてきたというところで、じゃあここからね、このままこうズドン下がっていくイメージを持っていくのかというと、やっぱりそういうわけではなくて、どっかで、戻ってきてくれて、その戻ってきた先を売っていくっていうのが、セオリー、もう絶対的なセオリーなんですよね。逆にこうならなければこのまま下がっていく相場っていうのはなかなかこう狙いどころがないと特にね、これ日足の抵抗線かなりこう強く意識されていた、以前こうね、高値をつけてダブルトップをつく、ダブルボトムをつけて高値を作った、こういった押し休みであったり、これが 111.7 円付近ですよね。こういったところを抜けてきたっていうところで、次の目標値、この辺りになるわけですけども、ここっていうのは過去日足でもね、何度も何度もこう反発して、いろんなところにこう目標が近くにあったりして、一番意識されるのは110円かな、そのあたりだと思うんですけど、どこで反発してもおかしくないっていう位置に今差し掛かってきてるんですよね。一旦こう切り上げライン、レンジのサポートを抜けてきてはいるんだけども、どこで反発してもおかしくないっていう位置にはいると。なので、来週、週を終えたっていうところだったり、一旦この下ヒゲをつけて押し返されているというところだったり、でさらに言うとね、ここをちょっと拡大してみると、はい、ここですよね。これが 111.2 円、 111.26、 ここですよね。この高値を作った、押し安値、実体レベル、ここを抜けていった次の目標ですよね。こういったところが、意識されて、現状ここで、サポートされているような状況になっていると。
で、まあ、下ヒゲつけて押し返されてると。なので、ね、まあ、狙えるかどうかは別にして、まあ、来週、まあ、一旦落ち着いてね、まあ、戻ってくるようなイメージを持っていく方が、まあ、チャートの形としてはね、まあ、自然な流れなので、まあ、狙えるとすると、まあ、そういったところになってくるのかなといったところですね。 ただこれだけ強く売られてくるので、まあ、止まるっていうところを、まあ、早急に考えるのは、まあ、危険なわけですけれども、まあ、チャートの形からするとね、まあ、この辺りで止まる可能性は、まあ、一つ高いかなと。で、ここを抜けてくると次ここですよね。110.7円。まあ、実際にここを少し手前ですけども、ここをタッチしに行ったっていう可能性も、まあ、あるっていうところではありますけれども、一応この次の意識されたところは110.7円、まあ、ヒゲの下げ出すと110.3円ぐらいかな。 はい、そういったところなので、まあ、ここで、まあ、止まる可能性はあると。で、これを踏まえて4時間足っていう流れを見てみると、ここですよね。これがまあ綺麗にこの111円っていうところで実体レベルでサポートされてるっていう流れ、こうですよね。まあ、綺麗に111円っていうところで、まあ、4時間実体レベルで今でこうダブルボトムをつけていったと。 まあ、ただこれね、同様に移動平均線から大きく剥離している状況、まあ、かなり強く売られてきたっていうところで、まだまだ相当売り圧力が強いですよね。ただし、まあ、4時間足レベルだったりそれ以下1時間足とかっていうところで、現状まあそこを作ってきている状況なので、まあ、この辺りが、まあ、一旦の底値として、まあ、機能する可能性は高いのかなと。で、ここから反転していったらすると、さっきのこの日足の目標ですよね。ここ抜けていったこのラインですね。こういったところが、まあ、抵抗線として、まあ、かなり強く機能する可能性高いので、値段でいうと111.75、まあ、この辺り。なので111円から111.75、この辺りの70ピプスぐらいの範囲を、まあ、狙っていけるような展開にはなるのかなと。ただしですけども、まあ、何度も繰り返しお伝えしているように、まあ、いつね、もう強烈な売りが始まってもおかしくないと、まあ、その警戒だけは持って見ていきたいというところですね。なので、まあ、正直危ない場面で、年末というところもあるので、もう今年はね、まあ、トレードを終わりにするという方も、まあ、多数いらっしゃるんじゃないのかなと。まあ、難しい相場だったり、まあ、危険な状況の時にあえて勝負する必要って、まあ、正直ないですよね。もっと分かりやすい相場、まあ、動いている相場、落ち着いた相場っていうのは多々あるわけで、まあ、そういった相場、分かりやすい自分の形にね、合ったところに、まあ、身を置くっていうのは、まあ、勝っていくためには、まあ、負けにくくするためにはとても大事なことなんですよね。なんで、まあ、今は危ない、危険な状況っていうのはもうね、口酸っぱくというか何度もお伝えしている状況なので、まあ、それを踏まえて、まあ、やる方はね、まあ、リスクを限定してやるのがいいのかなというふうに思います。まあ、間違ってもね、例えばここまで今年1年あまり調子が良くなかったと、ここで一発ね、ちょっと大逆転を狙って、ちょっと勝負かけてやろうとか、まあ、そういった気持ちでいくのはもう絶対やめた方がいいってことですね。 ただ今の現状のチャートの形からすると、例えばこの111点、113.6665ですね。66。まあ、自分が、ね、ずっと意識していた、天井圏、ネックライン、この抵抗線ですけども、ここから仮に移った人がいたとすると、これはね、まあ、しばらく保有していってもいいのかなというところだと思います。仮にこの強い売りから強烈な上昇、戻しが入ったとしても、まあ、ここを超えてくるのはもう現状かなり厳しいと思うので。 まあ、仮にね、高値まで行ったら、もう最高の逆張りチャンスですよね。まあ、行く可能性はもちろんゼロではないですし、否定はできませんけども、まあ、今は現状、まあ、高値からね、まあ、売りのポジションを持っている人がいれば、まあ、それは保有していってもいいのかなというところだと思います。まあ、自分はね、もうすでに決済しているので、まあ、明日、明後日、あ、違うわ、来週、まあ、年末、まあ、やるとすれば、ここからの反転をね、まあ、ちょっとだけ狙ってみようかなというふうには思っています。で、これはね、完全に個人的な見解で、まあ、参考にするしないは、まあ、その人次第ですけれども、今ね、すべての人が気づき出してるんですよね。その、まあ、株が暴落してきてるとか、以前のリーマンショックの状況に似てるとか、まあ、自分は少なくとも1年以上前から、まあ、高値から売られてくるようなイメージをずっと持っていたわけですけども、
それが、ここに来てね、いろんな人が、その売りに傾いてきたと。例えば今、相場の世界をもう半分牛耳ってる AI だったとしても、その AI ですら暴落に、こう傾きつつあるんですよね。例えばヘッジファンドが強烈な空売りをしてるとかね、そんなニュースも飛び込んできてるように、今この相場の中を包んでるのは不穏な空気、っていうところですよね。いつこう暴落が起こってもおかしくないような空気が、まあ、流れてきてると。ただね、そのみんなが気づいてる時っていうのはなかなかそれが起こらないものなんですよね。これは世の中の常というか、みんなが楽観的で、まあのんびりしてる時にしれーっとこうズドンと下がっていく、あれなんだーっていう時に下がっていくっていうのが、まあ、本来の暴落というかね、その暴落のメカニズムとかシステムとか、そういったものがなぜ起こるかなんていうところはね、まあ、みんなが知りたいところですけども、正直答えはわからないですよね。正直答えはわからないんですけども、その、まあ、理屈というか、そこを読み解くものはこのチャート上に答えがあるわけで、まあ、テクニカルっていうものですよね。そのチャートの流れっていうところを見ていくと、まあ、少なくとも、まあ、今は大きな流れでもう売りたいっていうところ、まあ、できれば高い位置から売りたいっていうところ。 ただ、まあ、日足レベルで見るとこういったところにね、まあ、強い抵抗線があるので、まあ、来週からまあ年末に向けて、まあ、年明けに向けて、まあ、持っていくようなイメージを持っていくのが、まあ、自分としてはね、まあ、自然な流れかなというふうには思ってます。これはもう当たる当たらないっていうところなので、別にまあ参考にする必要はないですけども、まあ、例えば来週3連休になってきて、まあ、連休明けにね、ドーンと下がっていくような、危ないぞって言ってしても、まあ、いますけれども、どうでしょうね、ここまで強く日足で売られてきてしまって、まあ、一旦のこの目標値を到達したので、まあ、戻っていくようなイメージを持っていく方が、まあ、チャートの形としては自然なのかなというふうには思ってます。まあ、ただね、まあ、今現状、例えばこの111.5を超えることはないと思ってますし、この切り下げラインを上抜けることは現状、まあ、相当厳しいと思ってますし、まあ、高い位置まで来たら、まあ、ズドンとね、強烈な売りが始まると思ってますし、まあ、年明けからね、まあ、しばらくの後に、まあ、歴史的な暴落が起こる可能性は、まあ、かなり高いのかなというのを、まあ、踏まえて前提として、 まあ、来週以降は、まあ、そこの、まあ、一旦の上昇を狙えるような場面が来れば、まあ、少しだけね、狙っていこうかなというふうに思ってます。で、これがドル円の30分足ですね。で、現状、まあ、30分とかで、まあ、レンジ横の動きを作ってきてるというところで、まあ、しかもこう大きく下落をした後なんでね、こうレンジの中のさらにこう中途半端な位置ではちょっと何もしたくないですよね。仮にこれが直近の安値だったり、こういったところですね、111円タッチする動きだったり、そんなところがあればそこからのね、まあ、一旦の反発を狙いそうですけども、この、まあ、レンジの中のさらにね、こういった中途半端なところでは、まあ、これもうやらない方がいいですよね。まあ、特にこう大きく売られた後の、まあ、底値圏の動きっていうところで、もうこう乱高下しやすいんですよね。まあ、売りも買いも、まあ、中途半端な動きをしやすいので、まあ、どちらかに直近安値接近するか、 日足の抵抗線ですね、111.7576、この辺りまで、まあ、値が進むかになれば、まあ、売っていく、買っていくっていう選択肢を持っていけるのかなというふうには思ってます。はい、そのとこですかね。で、もう一つ、これが、ユーロドルですね、ユーロドル。まあ、目標としていた1.15、その手前ですね、この目標から今大きく売られてきたと、まあ、結局、レンジの中に帰ってきたっていうチャートですよね。まあ、4時間足で大きく買われていったんですけども、ここですよね。で、結局のところ、まあ、重要指標、まあ、FOMC だったり、そういった重要指標を受けて、まあ、高値を超えられずに、どんどん下がってきたと。まあ、4時間足のトレンド転換なので、まあ、レンジの中、この下1.13に向かって、まあ、戻り売りが入っていくようなイメージ、まあ、持てそうですよね。まあ、戻ってこないかもしれませんけども、まあ、現状、まあ、レンジの上限、
レジスタンスされたので、まあ、上から下に、まあ、チャートが動いていくのかなと。こういったのが、まあ、単純なチャートの動きですよね。こちらはまあどちらかというと、まあ、チャートに素直というか、まあ、レンジの中で動いてきているので、この日足のレンジですよね。日足のレンジ。で、まあ、目標とすると、まあ、1.13、1.133、このあたりまで。まあ戻りが入ればね、戻りを狙っていけるんじゃないのかなというふうには思います。まあ、他の通貨ペアも同様にね、もう年末相場というところなので、まあ、ユーロ円もね、ユーロドルが大きく下がっていったっていうところにつられて、大きくどんどん下がってきましたね。こちらはレンジをブレイクしてきたので、より一層、まあ、売りの力が強いなっていうところですね。まあ、同様に、まあ、戻ってきたら売れるような場面があれば、戻ってきたら売りたいなというところだと思います。すべての通貨ペアでね、やっぱり売りに傾いてるっていうところはあるので、まあ、それを踏まえて見ていくっていうのはまあ当然なんですけども、まあ、強い抵抗戦だったりね、何らかのきっかけがあれば、そこをね、まあ、反転として戻っていくような流れは、まあ、狙っていけるのかなと。ただ、まあ、高値を超えないような動き、今横の動きをしてくると、もうそれはもう手が出ないので、それはね、もうおしまいにするのがベストかなといったところですね。もう繰り返しお伝えしているように、もう年末相場なので、まあ、無理はしないっていうところと、まあ、何が起こってもおかしくないというところを、まあ、念頭に置いて、まあ、エントリーするのであれば、まあ、損切りは浅く小さくで、まあ、1回、2回、まあ、自分のトレードをしてみて、まあ、損切られるようなことがあれば、それはもうね、その相場、まあ、目線が合ってない、今の相場に自分の考えが合ってないってことなので、まあ、手仕舞いをしてね、まあ、様子を見ると。で、過去の暴落相場と照らし合わせてみて、まあ、再度検証に当ててみるっていうのが、まあ、ベターかなといったところで、今日のチャートの夏終わろうかなというふうに思います。 で、ここまでね、1年ちょっとかな、こうやって朝のチャート関数だったり、今週の振り返りと来週の展望等々お伝えしてきたわけですけれども、また来年はね、形を変えていこうかなというふうには思ってます。まあ、どんな形でお伝えするかは分かりませんけれども、今でも、まあ、初心者向けコンテンツとして、例えばエリオット波動とかダウ理論とか、まあ、水平線の引き方とか、まあ、本当ごくごく当たり前、まあ、テクニカルとしてね、当たり前のことをお伝えしてきたわけですけども、まあ、相場の中でどうすればこう利益を残していけるか、どうすれば負けにくいか、まあ、当たり前のことなんですけれども、まあ、当たり前のことを当たり前に伝えるっていうのはなかなか難しいことで、当たり前のことってね、華がなくてつまらないことだったりして、まあ、見てる方も面白くなかったりするんですよね。ネットの世界だとどうしてもね、例えば一撃1億円儲けましたとかね、僕は勝率100%ですとか、負けたことありませんとか、これが FX 相場の必勝法ですとか、そういった謳い文句をすれば、まあ、見栄えはいいわけですけども、実際にそういううまい方法ってないわけですよね。で、地味な方法、まあ、毎日コツコツ、勝つために必要経費の負けを払うみたいなね、そういったものが相場で負けにくくする、まあ、生き残っていく、まあ、秘訣なわけですけども、それっていうのは、まあ、地味なコツコツとした努力が必要なんですよね。でもやっぱり大事なことってそういうことなので、まあ、そういうことを、まあ、今まで同様ね、まあ、言葉を変え、品を変え、手を変え、お伝えしていこうかなというふうには思ってます。で、まあ、役に立ってるかどうかっていうところはね、まあ、見ていただいている方が判断していただければいいと思うんですけども、まあ、少なくとも、なんでしょうね、まあ、期待値っていうんですかね、まあ、相場で勝つための考え方っていうところを、まあ、いろあれこれ調べていったりとか、まあ、いろんなね、勝ってる人に出会ったりとか、まあ、オークトレーダーっていう知り合いもね、何人もいるわけですけども、まあ、その方はやっぱりいろいろ共通している部分はあって、まあ、勝ってる人ほどとてもシンプルな考え方をしてますよね。で、まあ、でもネットとかそういった情報に出てくる人っていうのは、おおむねこう難しく、こう講釈を垂れるというかね、なんかニュースを読み解く、暴落している理由はこれだみたいな、
ことを言ってみたりとか、そういった人が、まあ、よく見受けられたりするっていうのが、まあ、自分の中の印象で、実際にはそういったものって全く必要なかったりするんですよね。うん、テレビとか雑誌とかで活躍しているなんか有名な人が本当に実際に投資で利益を出しているっていうところを見てみると、実際には勝ってなかったりするわけですよ。でもこれが事実で、実際のところで、まあ、本当に勝ってる人って表に出てこないですからね。うん、でも今は結構恵まれてる世の中で、まあ、ツイッターとかね、本物の人が結構ツイートしてたりしてでも本物だとしても、本物のを本物と気づけるかどうかっていうところもこれ重要じゃないですか。うん、でもやっぱそこにはね、共通してる部分があって、まあ、変なこと言ってないなっていうところだったりとか、もちろんね、約定利益を出してるところだったりとか、っていうところもあって、あとそこで、まあ、やっぱり一つ共通してるのは、まあ、勝ち方にはやっぱり共通した考え方があるっていうことですね。勝つっていうことよりも、うまく負けてる人っていう印象がやっぱり強い。まあ、それは当然なんですけどね。やってる、その投資で勝ち続けるっていうことは、イコール、まあ、やっぱ回収率を上げるっていうことで、勝率 100% を目指すわけじゃないですよね。可能性が高い部分を選び続けるっていうこと、まあ、投資家ができることってのはそれしかないので、一撃必発、必勝、もう、必勝法みたいな、もうここで買えば絶対上がりますみたいなね、そんなものって存在しないわけですよ。でもこの部分では、例えば勝率は 70% ぐらいありますよと、 60% ぐらいありますよと、まあ、その部分にかけ続ける、でも下がってくることもありますよと、まあ、下がってきた時には、まあ、適切な損切りライン、まあ、直近の安値ですね、主に直近の安値、まあ、そういったところに損切りを置いて行きますよとその勝負を、まあ、10回すればおおむね7回勝ちますよと。でそこにおいて利益率が損失幅よりも大きければ、結果的に、まあ、プラスが残り続けていきますよと。これが、まあ、投資のあるべき姿なんですよね。うん、だ誰がどうやっても負けるわけですよ。でその負けをいかにして、まあ、許容するか、まあ、うまく負けていくかっていうことが、まあ、投資家ができる最大限の努力なんですよね。なので、まあ、そういったところにフォーカスしていくのが、まあ、勝ち方の、まあ、裏返しでもあるのででも多くの人はね、まあ、投資っていうのは勝つためにやってるわけであって、負けたくないわけじゃないですか。うん、だから負けてない人の情報を選んだりとか、負けたらそれが詐欺だとか言ったりとか、まあ、そういうわけですよね。でもそれは全く違いますよと。うまく負けてる人のことを、まあ、できるだけ参考にするのがいいのかなと。あとやっぱ上手い人の周りには上手い人って集まってきますし、まあこの人は信用できるとかね、まあ、他の分野でもいいので、まあ、ある他の分野で成功しているような人だったりとか、まあ、発言に一貫性があるとかね、まあ、そういったものでこの人は信用できるっていう人の手法を、まあ、一つ続けてみるとかね。うん、その中で必要なのは、まあ、検証するってことですよね。とてもすごい人、まあ、有名な人がこの手法で私勝ってます、じゃあもう私もねそれを真似して実践してみますと、まあ、鵜呑みにしてねやりますっていうふうに、まあ、実際になっちゃうわけですけども、でも本当その人が勝ってるかどうかっていうのは、まあ、本当分からない。さっきも言いましたけどね、分からないですよね。でもその手法、何をやってるかっていうことは分かってると。なのでその手法を検証してみなきゃいけないですよね。うん、まあ、こう言ってこう言ってこう言ってこうなった時に、まあ、ダブルボトムを作って買っていきましょうみたいなところを、まあ、過去チャートから、まあ、検証作業をするってことなんですよね。でそこで初めて、まあ、例えば勝率が6割、さっき言ったようにね、まあ、損益率、まあ、1対2ぐらいの損益率になりましたと。結果的にここでは結構プラスが残りますと。じゃあ未来にもそういった形が来たらエントリーしてみましょうっていう形になるわけなので、特にその人の手法がどうこうっていうのはあんまり関係ないですよね。うん、まあ、何が重要かと言われると、そこにおいての、まあ、資金管理だったりするんでね。でもそういった大事なものっていうのは、なかなかこう文章では伝えづらかったり、なんかね1億
円勝ちましたとか言ったら、まあ、派手で目立ちやすくてすごいって思うじゃないですか。でも実際にはそんなものっていうのは大した意味はなくて、もっと地味な方法ですね、まあ、地味な努力を続けることが、まあ、最速最短で、まあ、結果を出すための秘訣だと思うので、まあ、そういったものをね、まあ、これからもまあ地味に伝えていけたらいいかなというふうには思ってます。はい、ちょっとね、長くなってしまいましたけども、今回の話は以上です。今年もね、あと数日、あと1週、2週かな。まあ、来年、新しい年を迎えますけれども、まあ、うまくいった人も、うまくいかなかった人もね、今年1年は振り返ってみて、まあ、どんな年だったかなと。まあ、良かった人は、まあ、それをまあ継続していく。悪かったものは、まあ、改善していくと。まあ、当たり前なんですけども、まあ、これの繰り返し。プラスね、これめちゃくちゃ大事ですけれども、まあ、相場は生き残ることが何よりも大事で、まあ、利益を出すことよりも生き残ることがめちゃくちゃ大事なんですよね。うん、生き残っていきさえすれば、まあ、未来にチャンスっていうのはいくらでも来るので、まあ、仮に、まあ、冒頭の話ですけれども、ここからまあ暴落が起こりましたと。あ、この暴落逃しました。あ、売りで持ってればよかったのにな。でもここで勝たなきゃいけない理由っていうのはどこにもないわけです。まあ、暴落が起こって乗れませんでした。まあ、残念ですけども、だったらまあそこまで行ってから買えばいいじゃないですか。うん。まあ、チャンスはいくらでも来るんですよね。で、まあ、良くないのは、焦って、ああ、逃してしまった。取り返さなきゃ。家に入ってしまえ。みたいなのがね、まあ、一番良くないっていうところ。まあ、チャンスはいくらでも来るので、まあ、そのチャンスが来るまで、その備えとしてね、基本的な考え方、正しい考え方というところを、まあ、自分の中ですり込んで、まあ、バックテストを繰り返して、まあ、いざそのエントリーのチャンスに備えると、まあ、そういった時間にね、空いた時間は当てていくと、まあ、来年以降ね、また自分の中でより良いエントリーにつながるんじゃないのかというふうには思ってます。はい、それでね、今回の話は以上です。参考になったという方だけで結構ですので、YouTube のグッドボタンを押していただけると励みになります。それではまた更新します。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。